はい、えー、皆さんこんにちは。2023年社会保険労務士選択式予想講座の第一回目です。担当は役員講師の川島です。よろしくお願い致します。はい、えー、まあこれはあの演習講座となっております。えー、皆さんあのまあこれをご覧になられているということはまず第一回目ということで、えー、労働編ですね、えー。労働編の問題を8問解いていただいてでまあ解説臨もうかというところだと思います。はい。 労、えーまあ、老期、労、歳、雇用、そして労働の一般常識、えー、ということで、はいえー、これをそれぞれ2問ずつですね、えー、計8問、えー、ということで、はいえー、これから解説をしてまいります。まあ、ね、やっぱりあの選択式予想講座ですので、試験あの本番で、ね、こう出されるであろう、まあ、出されているであろうあの問題と言っちゃうと語弊がありますけれども、社、は、労、いまあ、試験はもちろん範囲が、ね、ものすごく広いですので、もうドンピシャで。 当たれば素晴らしいといととうことになりますけどはいでもまあまあず少なくとも言えるのがやっぱり試験のあのこう本番を見据えたこう難度というかまあ非常にこれ難しいですよねはい、えー、決して優しい問題は1問もないんじゃないかなはいまあ問題によるか、えー、3点いけそうだなって問題もまあありますけどねはい、えー、でもまあ全体的に見るとやっぱりちょっとこう取りづらいかなとはいまあそれでこそ選択式のね対策講座なのかなというふうに思います、えー、まあ あの午後の択一式試験と比べるとですねえまあ何て言うんでしょうねこうスピードが求められるとかねなんか時間に追われるとかっていう試験ではないんですけどもだからこそ時間があるからこそいろいろ考えてしまう,う深読みしたりとかですねえそういうふうな感じでまああの意外とこう何て言うんでしょうねえ気づいたらあの残り時間が少なくてね焦るみたいなねえこともまあ,あり得るかなというふうに思います。さあそんな選択式ですけども問から見てままいりしょう はい、さあ、まずは問一ということで、ええー、労基安永ですね。はい、えー、まずは問一です。まあ、あの労基で空欄三つ分、そしてええ、安永でええ、デイ。空欄二つ分と、はい、えー、いうことですが、いかがでしたでしょうか。さあ、あーまずは空欄のエービー、判例からの出題ですね。はい。 えこれあの片山組事件、えー、というまあそういうあの事件でですね、えー、これ過去の確か私の記憶だとあの卓一で一度出てるんですけどもあのその時確か労働の一般常識からの出題だったかなはい、えー、ということではいまあ、もちろんあの一般常識で出題される可能性もあるということはまずね申し上げておきますはいでまあこの判例に関してですけどもまあその何に関するどういうテーマを扱っているのかというのが スタートに書かれていますのでこれ必ずあのそこからねま、えー、まあまあ順番に読んできゃそうなるんですけどはい、えー、まずはそこから見ていただいた見ていただいたただらいいかなというふうに思いますね。はいということでスタート労働者が疾病のためその命じられた業務のうち一部の労務、ね、の提供ができなくなったとはい、えー、ことが直ちに債務の本旨に従った労務、えー、の提供 をしなかったものと判断する断定することができるか否かこれが問題となったと。はい。まあ、今ちょっとあの丸で囲んでみましたけども、えー、その2つ目に丸で囲んだ債務の本旨に従った労務の提供と。 はいえー、っていう、これあの、その後と藩士、えー、鍵格好ということで、藩士につながっていきますけど、最後のところでも、ですね、えー、なお本、債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当だということで、最後、結論にこうあの位置づけられているということで、この債務の本旨に従った履行の提供ですね、はいまあ、この言葉自体が空欄にされる可能性も、ねえー、あるかなということは、まずね、ちょっと申し上げておきます。 はい、えー、ということ。まあ、あね、要するに疾病、のため、はい。えー、も、もともとね、担当してた、こう、業務がそのまま、は、ちょうどできなくなったと。はい。ええー、ということで、まあ。 あのこれ実際ねその建築現場の,あの現場監督のお仕事をこの方は実はされていてみたいなねそういうあの具体的なあの事案だったんですけども早稲田さんちょっと現場監督はもうできないとでも事務職ならばできるとまあそういうような話なんですね。それをこう踏まえてじゃあ見ていきましょう次のように判事したと。 労働者が配職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においてはと現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供は従前にはできないとしても、はい、そのなその能力経験地位当該企業の規模業種当該企業における労働者の配置移の実情難易等に照らして労働者が当該労働者が配置される A があると認められるような、ね、他の業務。 まあ今申し上げたあの事務職とかを例えば想定しているわけですね,こね、はい、他の業務について労務の提供することができかつ B ならばなお債務の本旨に従った利行の提供があると解するのが相当だと,、はいえー、ということ。 まあこれね、さっきあの、おこれこういう事件で、みたいなね、あのこういう事案で、みたいなね、えー、そういう話をお話ししましたが、もちろんそ、どういう事件だったのかっていうのをね、知ってればもうね、あの、ダイレクトに答えに結びつくかなと。はい。えー、まあこれねその 何て言うんでしょうね、まあ、さちらっと先ほど私も言ってしまったんですけども現場監督をされてて、えー、で病気になってしまったということで、まあ、現場監督の仕事を今までの通り今までのようにはできないと、はいえー、でもお、ね、事務職ならばできるということで本人が、えー、それを、ね、あのもう、ね、事務職ならばできますよとお事務ならできますよということで、えー、申し入れをしているんだと、はい、それが、ね、B のもう直接的な答えにつながるんですよね。 はいえー、ということで B は6番が答えとなります。はいえー、かつ B ならば B から先に、ね、答えを見ますけど B は6番その提供を申し出ていると。はい ということでだからこの辺り B なんかは、えー、この事案を知ってるかどうかっていうのは結構ね、えー、まあちょっと鍵だったかなというふうに思います。ただまあ B に入りうるものというのが5678ということ、えー、そのグルーピングができればですね、まあ、こうあの一つ一つこう当てはめて考えていった時に、まあ、自分としてはその,、ねそ,のえー、その他の他の業務についてはできますよっていうことを意思表示しているんじゃないのかと。 というふうな感じで、まあ、ある意味文脈把握ですね、えー、文脈から、えー、その空欄 B を推測する、はいまあ、というやり方もあるのかなというふうに、えー、B は見て取りました、はい、さあちなみに A, A は答えは15番ということで現実的可能性、A、が正解です、はいまあ、あのスタートでですね、えー、こう言っているわけですね半紙、えー、1行目労働者が職種や業務内容を特定せずにと、はい、特定せずに労働契約を締結していると。 はい、いわゆる総合職採用。 おはいなんかはまさにこういうケースってあるんじゃないですかね。はい、えー、まあ要するに何て言うんですかねこう例えばあの営業職としてあの専門的に雇われたとかあの例えば技術職とかですねそうじゃなくて、えー、総合職、まあ、どの部署に、えーね、その後勤めていくかはわからないという前提でねはいもうなんならあの例えばあのジョブローテーションをしながらあ自分のその、えー、その適したところを見つけてそこで例えばあの 長長いい時間あの長い期間期ねそこで従事するっていうようなあのところもあるでしょうしまあ最近だとあの結構ねそのあのプロフェッショナル採用じゃないけども、はいえーまあ、結構そのなんでしょうねこうおエキスパートを早いうちから育てようという会社もね、まあ、多いのかなと思いますが、はい、でもまあ,あ,、ね、あのそうじゃない会社もやっぱりこういうような会社も多いと思いますよ。はい、職種業務内容特定にに契約を締結すするるるとと、はいえー、そうな要 あのまあ、確かに現場監督での仕事が長かったかもしれないですがやっぱりその,他のおねその仕事をする可能性っていうのもやっぱりあるよねということ、はい。っていうこの1行目のおこの話をヒントに A を導くと他の業務だってやる可能性あるよねと、はいえー、っていうものを A に入れるべきかなということで15番現実的可能性、A、が正解ですはい OK でしたでしょうか。 A、B ねあの、願わくば両方取れるのが理想ですけどね、はいさああ。じゃあ次に行きましょう、空欄の C のところです。年中休休休暇 はいまあ、一応、事例形式になっていますが、はいまあ、あそうですね、まあ、これもこの話を知ってるかどうかというところですけども、はいえー、令和2年10月1日に雇い入れられたと、お労働者について、はいえー、雇い入れ日から令和3年3月31日まで、つまり6か月の、はい、出勤率8割以上、おだから、はい、同年4月1日に10労働日、えー、でが付与されたと。ししかかそこからのお1年間ですねそこ こ,こからの1年間でで出勤率8割未満と、えー、ということでだから令和4年の4月は付与されなかったんだと、はい、その後当該労働者が、はい、令和4年4月1日から5年までの間出勤率が今度またね8割以上となったんだと、はいえー、ということで、まあ、今度はもらえるよねっていう話になるわけなんですけど、はい、まあ次じゃあ何日、ね、何労働日付与されますかっていうね、えー、そういう話。 最初に入社で半年で10日10労働日付与されてで次は付与されなかったとじゃあその次どうなるかっていう話ですねまああのー、本当だから10でその次11でその次が12ってなるはずなんですけどもじゃあその11が付与されなかった場合次 C の段階で11になるのかいやそうじゃないよねともともとの予定通りですよ12付与するっていう話はい。ということで、えー、答えは12労働日 えー、ということで、はい、12労働日、えー、これマークする時気をつけてね12労働日だからって言って1を、ま、丸12をマークしちゃダメですよおということです12労働日は丸11です、はい、ということで C の答えは11番はいマークミスうしないように。 さああという,うまあこういう、まあ、ちょっと事例形式で出題するっていうのもね、まあのー、最近の選択式のちょっとトレンドになりつつあるので、はいまあ、でも、うん、あのこの話に関しては過去択一でこういうような問題って出てますからね、はい、だからやっぱりまあ過,去過去の問題としてちょっとあの見ておくでそれが今度選択式で出されても取れるかなみたいなね、はい、そんな感じで、えー、やっておくといいと思いますね。はい さあそして安永法でいいですけども、はいえー、まあ正直、えー、どっちもちょっと難しいかな、えー、というところですね。はい、えー、では20番「ごとうん」と。はい ということでまあ正直知らないと入らない数字の問題、えー、レックのテキストには載ってない話ですので、まあ、これはちょっとなかなか点を取らせまいとする問題なんだなということで、はいまあ、せっかくですから、まあ、この問題を通じて、えーまあ、見ておいていただけると良いかな、えー、というところですさあそして空欄の e いいですねはい、えー、空欄の e ですがあ公衆の指示に関する問題ということで e、えー は答えはえ番が正解となりますと、えー、ということで、まあ、ちょっとあのまず答えが長いという話ですけど、はいえー、ということで4番労働災害が発生した場合において、えー、その再発を防止するために必要があると認める時はと,、はいえー、というふうな感じで、はい、労働局長が、ねえー、必要と認める時はあ、はい、講習を受けさせるよう指示することができると。はい、ということで E は4番が正解、えー、ということ。 ですねはいまああの2行目のところで、えー、E のあともね、はいえー「当該労働災害が発生した事業上の」って、えー、言っていますのではいまあもうすでに、えー、そのじ、えー、ねこうのねこあ事故がね起きたんだなというところまあ1行目もそうか「当該労働災害」えー、ってねまあ ここ,だでもここだけだったらあれか2行目のやっぱりここですね当該労働災害が発生した事業上のということでもう既に災害が起こっているということ、はいえー、ということでまあそこからこう考えても「丸四に「E」はたどり着くんじゃないかなと、まあ、だからこれも「種のんでしょうねあの条文を知ってるかどうかというよりも文脈把握力の方が問われているのかなというふうに思われます、はい、さあということで問1は以上で終了です はい、えー、ちょっとね最初なんであのー、ちょっと長く喋ってしまいましたけどこの一問一問のこのペースだとちょっと <laughs> あの全部終わらないですね少し、えー、あの省略していきますはい、えー、短縮しながら進んでいきますねはい、まあ、なかなかね私もこれ普段あのー、こういうあのね、えー、時間軸で解説はしてないのではいなんかいまいち感覚がつかめないですねはい、えー、それに喋らしたらあの余計なこと喋っちゃってるはいじゃあいきましょう問い2です、えー、ローキャン A もう一問 えー、ということで空欄 A から答えは3番、18番、9番、8番、15番と、はいえー、いうことですね。はい、正直、もうなんか答えを見てても最後の E の丸1 5番3 1メートル分かるわけないよね、これ。えー、っていうようなね、はいまあ、こういうよういよな問題もあったりしますけど、はいえー、ということ。だからまあ 過去の試験でもなんか2メートルとか1 5メートルとかね、えー、っていうのが最近の試験でもありましたけどもう正直あれはもう点数取らせまいとする問題だということ、ね、もうだからまあ当たったらラッキーぐらいの問題ですよねそれ以外でいかに3点をキープできるかそんな感じですさあそして AB からねいきますが、はい、A と B これまあ解雇制限に関する話ですねはい、えー、ということ。 ねまあ、その解雇、就職者はその解雇してはならないというですね2つのシーンがありますよねと、はいえーまあ、2つ目がそ3003後の女性に関する話、えー、じゃあ1つ目はなんだということで空欄 A、業務上ですよね、丸3、もうこれはもうラッキー問題ですよ、これ、えー、ということですでその後 B、正しがきですね、まあ、いわゆる解雇制限の解除。 の話がただしがきですよ、ねはいえーまあ、その業務上負傷でね休業を余儀なくされたその期間プラス30日間、えー、とか、えー、3前0 3号休業期間プラス30日間は解雇しちゃダメでただし書き例外こういう場合は解雇制限期間中でも解雇できるよっていう話、はい、さあ,あこれじゃあクーラン B は何ですかということで、はい、ただしと使用者が、えー、法81条の規定によって打ち切り保証を支払う場合または、えー、もう一つ天災事変その他やむをない事のために さあ B 事業の継続ですよね。ということで18番、はい、もうこれはもう法律の条文としてやっぱりしっかり頭に入れとかなければならないものということで解雇、まあ、制限は第19条第19条をしっかり頭に入れられていたかというところがもうダイレクトに試されているそんな問題でした。はい、これはでですからもう A と B 2点を計算したいですね、まあ、さっきちょっとちらっと言っちゃったけどいい、e、んか取れるわけないから、えー、ということ、はい、だからいいんですいい、e、んかどうでもよい、えー、そのほかで3点をキープせよとそういう問題でしたはいじゃああともう1点ね取れるのかというところですけどはい、えー、さあ空欄の C 最高裁、A、ですねはい、えー、ということで、えー、この判例、A、は あ関西医科大医学附属病院、えー、事件ということで、はい、まあまあ一言で言っちゃうと研修医は労働者なのかということでこの事案においては、えーねまあ、最終的にこの研修医は労基法9条の労働者に当たると言うべきだとはい、えー、ということ。まあ、普通にに考えたら確かに、ね、研修医 ね、研修って言ってるぐらいですから、はい、さあこの半紙スタート臨床研修はと医師の資質の向上を,を図ることを目的とするものなんだとだそういう意味では教育的な側面を有しているうだから労働者的側面労働的側面というのは確かに研修っていうならばあ、ね、あのそうではないのかもしれないという話でスタートしています。はいえー、そんなとが そのプログラムに従い、えー、臨床研修指導医の指導のもとに研修医が医療行為等に従事することを予定しているとそしてと、えー、研修医がこのようにして医療行為に従事する場合はさあその後これらの行為は病院の開設者のための労務の遂行という側面を不可否的に有するとか言ってますよ。ねえー、ということですからあ要するに労務遂行と言わざるを得ないよねということを言っているわけです。はいということで、えー、空欄の C。 はいまあこの句点で挟まれてますからねちょっとなんか独立の表現になってしまって、えー、まあこれねあのジャッジできたかどうかというところですけどで結論最後は研修医は労働者だと言えるという話に続いていくわけですねさあ C は9番ということで答え病院の開設者の指揮監督のもとにこれを行ったと評価することができる限りとはい、えー、ということ。 ね、まあ労働者あって何ぞやということ、ね、労働者というのは、えー、事業に使用されるうものだと、ねえーはい、っていう使用されるものであって賃金を、ね、支払われるうものということで、まあ、いわゆるその、えー、使用者との間で使用・従属関係、えー、にこうおあるということが大前提なんだよね。っていうその労働者あとは何ぞやっていうね えーまあ、それこそ労働基準法第9条を思い出していただければまあ、えー、その、ね、使用従属関係に立ってないとねということですからまあうん9番にたどり着くのかな <laughs>、えー、ということで、はい、まあこれやっぱり C で何の取れるとでかいですかね、はい、さあでは D に参りましょうおで安永法側 A、はい、に参ります えー、安永法も最高裁、えー、からの出題ということで、えー、最高裁電通事件、えー、からの出題です、はい、えー、はい、説問の3番、長時間にわたる残業を恒常的に伴う業務に従事していた労働者がうつ病に罹患し、自殺した場合にと、費、はい、者が民法の使用者責任に基づく損害賠償責任を負うか否かが問題となった事件と、はい、えー、ということで、えー、見ていきます。はい 労働者が労働日に長時間にわたり業務に従事する状況が継続するなどして疲労や心理的負荷等が過度に蓄積すると労働者の心身の健康を損なう危険のあるところは周知のところだと労基法は労働時間に関する制限を定め安永法65条の3は で同法所定の事業者は労働者の健康に、えー、配慮して、えー、労働者に従事する作業を適切に管理、えーはい、するように努める、えー、べき、えー、旨を定めていると、努力義務をまあ課していると、はい、それは右のような危険が発生するのを防止することを,を目的とするものと解釈されていると。 はい、さあということでなんかここだけ見る限り、えー、デイは何なんだろうという話ですけど、はいえー、ということで、まあ、デイの答えはというと8番なんですねこれでもねちょっとね、えー、なかなか入れられないかな、うんえー、というところですけど、はい、作業の内容等を特に限定することなくが正解ですまあただねあのその他のところをまあ見ると ね、その何かの,その、ね、業,業界に、5番もそうですけど業、業界に限定してみたりとかですね、6番もそうですね、であと7番は、あの業務ですね、はい、潜水業務等々に限定してみたいな。 はい、うんこう限定する話なのかなというところでね、はいあのまあ、問題文のところにも出てますが、まあ、65条の3、ね、については、まあ、その後労働者の健康に配慮して労働者の従事する作業を適切に管理するように努めるべき、まあ、かなりあの抽象的な表現ですよね。 はいえー、ならばあ、まあ、そこまでその業界とか、えー、具体的な業務に特化した話ではないんじゃないかなって一般論的な、えー、条文ではないのかなと、はいまあ、そういうふうにこうイメージできれば何かに限定する話ではないんじゃないかと。と、はいえー、いうことで、まあ、相対的にです、ねえー、8番が答えに近いように見えるんじゃないかなと。 はいえー、そういうふうに私は思いましたがどうでしょう、まあ、結構この D の正答率はちょっと気になるかな、えー、というふうに思いますね。はいえー、ということ。まあ、C か D かで、えー、1点取れれば A、ね、まあ、B は大丈夫でしょうから、えー、C でどっちか取れれば3点と。 はいえー、いうところまあ逆に言うとね A と B がね簡単すぎるんですよね A と B が簡単すぎるからみんな2点取れてるので取れちゃうからこれ2点救済は理論上ありえない問題だと思うんですよねはいだから CD のどっちかで要するに1点取れるかどうかはい,いやもちろん E で勘、あのー、が当たればいいんですけどねはいえーね、3 1ルという勘が当たれば <laughs>、えーまあ、のいいんですがはいえー、ということでまあそうねでも E もあれかなあのー うーんあの安永あの88条の届け出とかで3 1ルってあったっけかなはいうんまあそれをイメージ、えー、そうですねまあこれあの計画の届け出の話なのでまあ確かにこの条文自体は見たことある人はいたかもしれないですね。 はいまあ、14日前までに監督署に届け出なければならないと,、はい、ということで、まあ、ひょっとしたらそっかい,い,いけるかもしれないな、はいえー、1行目で88条の話もあるし、はいえー、っていうところ、はいうんまあ、ちょっと分かんないなどこであの皆さんが点数を取るのか、まあ、あの C で E で3点目、ね、どこで、えー、取るか。 えっていうう感じでしょうかね,、はい、ねこういう問題はなんかもう解き終わった後にこうに気,気になっちゃいますよね3点目が取れてるのかどうなのか分からないというような状況で午後の択一っていうのはなんかねこう試験本番でもありそうな,、はい、なんか選択のことが気になっちゃって択一集中できないっていうね、はいえー、なんかそういうようなあのことにこうな,なりかねないなんか問題の感じだなというふうに見てました。はい、さあ問問いいににははこれで終了次次参りましょう、はいえー、お次は問いの3 ですねはいえー、問いの3、はいえー、労災保険に入ってまいりましょうはい、えー空欄 A えーね、空欄 A はあ障害保少年金前払い一時金、ね、空欄の B もそうですね。はい、えー、ということで、まあ、あとは空欄の C で えー、あたりはあ、ね、遺族保証年金、えー、のところからの出題、はい、で最後はあ社会復帰促進等事業と、はい、いうことで、えー、A から答えは3、6、19、7、あ15と,、はいえー、というところ、まあ、いけるんじゃないですかね、これね。はい ク、えーラン A、えー、ですね。障害保険年金前払いチヂキンでね、こう第一級の最高額を入れる感じですよね。千三百四十ということで三番が答えとなります。まあ取れるレベルだと思います。で、クーランの B 障害保険年金前払いチヂ金ン、えー、ははい、その請求が障害保険年金の請求と同時でないとという場合ははい、クーランの B、えー、ということで答えは丸六ですね。一三五七九十一 月のうち前原一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給されると、えー、まあうんここ15年とか20年ぐらいは出題されて、まあその前はあったような気もしますが、はい、まあ見ない話ですよねこれね、えー。ということで奇数月が出てくる話、まあ、知っていればねあの取れるかもしれないですけどなかなか知らないとちょっときついかな、えー、というようなところでした。はい えー、さあそして空欄の C で、えー、ですが、はいえー、見ていきましょう、はいえー、労働者が業務災害により死亡した場合死亡した労働者のお夫、後父母お孫祖父母兄弟姉妹であって、はい、労働者の死亡の当時なんちゃらのものは所定の年齢要件が満たされていない場合であっても、はい、身体に障害等級5以級上に該当するうんぬんかんさ。ここからは障害状態の話ですね。 はい、えー、障害状態を満たしてればはい、えー、これ遺族に該当するとそうこれあれですねあの妻以外に求められる要件なんですよね、まあ、今回別にそこはあの出題はされていないですが例えばここがねこんなふな感じで今ちょっとマークしますけど、えー、こんな感じで空欄にされたとしてもやっぱり取りたいですねはい。 これ要するに妻以外のものということです妻以外のものについては整形維持の要件プラス年齢要件また障害要件を満たすことが必要なんだとそういう話ですはいでこれ年齢要件、えー、か障害要件だから年齢要件満た,す満たされてない場合であっても障害要件満たせば OK とーそういう話それがこの「デー」のところなんですよねはいデーの話さあということで、えー、まあそれを お、まあ、踏まえて、はい、まあこの五級っていうのがね、こうやっぱり空欄にされても、まあせっかくだから取りたいかなとは思いますけど。はい、さあ、空欄 D は何でしょうかと、お、いうことで、D の答えは七番、高度の制限。が答えとなります。はい、ちなみに空欄 C. は十九番。はい、成形維持、成形維持は妻。えー、ね、あの、もうそうだし、妻以外のものを全員に共通する、要件ですよ。それが空欄の C. 成形維持。はい。 まあこれだから空欄 C に関しては選択肢見る前にですね、えー、見る前からもう整形時の話だなと、はい、まず全員共通の要件で整形時ですもんねと、えー、いうこと、はい、整形時プラス年齢要件か障害要件かっていう話をイメージしていただきたいということです空欄ではまあそれよりはちょっとこう問題のレベルとしては高いかなというふうに思います あこの話を知らないとねやっぱり5級が空欄にされるとちょっときついかもしれませんね逆にこの話を知ってるならば5級が空欄にされるとありがとうっていう問題に見える個人差が結構出てくるところかなはいまあただこれね私の記憶だと平成19年の択一以来出題されてないんですよね、はい、だからまあ合否を左右する一問にここがなるかなと言われるとちょっと微妙な感じはいたします、はい、さあ最後空欄の「E」ですけど ーはい空欄の「意は答えは15番「独立行政法人労働者健康安全機構を」が答えとなります。はい、えー、ということで政府は社会福祉促進等事業のうちということではい、えーねあのー、15番が正解「労働者健康安全機構を」ですね。はい ちなみにあの選択肢の5番にですね、えー、独立行政方針福祉医療機構ってありますけどもこの制度自体がもう今なくなってます、はい、以前はあの年金担保融資を行うところでしたけど、はい、もうその制度はなくなっているということを忘れなく、はい、以上ですさあということで問い3はそんな感じかな、はいえー、では次に参りましょうはい問いの4 はい、問いの4、労働者災害保障保険法2問目、問い4です。はい,、えー、いきましょう、まあ、テーマあーとしては、あこれそうか全部う、そうか、一つ一問の問題ですね、しかも最高裁、えー、判例、えー、からの出題、はい、まあ、見たことない方が多いんじゃないかというふうに思います。はい これはなかなかきついですね。うん、まああの完全四択の形式にしてくれているのがせめてもの救いという感じはいたします。はい、これはちょっときついですね。はい、えー、では行きましょう。最高裁判所は、やはい、不法行為によって死亡した被害者の損害賠償請求権を取得した相続人、外祖母少年期の支給を受けるなどした場合の調整はいが問題となった事件において次のように判示と。 負傷者が被害者が不法行為によって死亡した場合においてと。 その損害賠償請求権を取得した相続人が依族交渉年金の支給を受けまた支給を受けることが確定したという時は損害賠償額を算定するにあたり異常期の遺族交渉年金につきその保障の対象となる A による性質と同性質でありかつ B を有する輸失利益等の C の元本との間で D 的な調整を行うべきものとするのが相当であるとこの短い文章の中にですねちょっと空欄を作りすぎてはいませんか。はい えー、これは非常に読みづらくなっちゃってますね。はい、えー、というところです。まあこれはちょっときついかな。はい、えー、という,うこう設問の作り方になってしまっているのかなというところです。